ほら、はいどうも、こんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、久しぶりに登場となりましたエピック紹介ということで、エルクラシコを控えたバルサから登場ということになりました。今回こちらの3選手ですね、ビッグタイム、エトー、そしてエピックのチャビ、そしてエピックのバイーヤということで、こちらの3選手が登場するということになっております。まあ、バルサから結構エピック登場しているんですけど、ゴールキーパーは初登場ということになりますので、しっかり3選手紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。どうぞ。ということで、まずエトーの能力値になっておりますけども、まあ、レジェンダリーとの比較というところで見るとですね、まあ、やはり得点能力、スピード、瞬発、特に瞬発力高いなというところで、まあ、フィジカル系の能力値に関しても、まあ、マイナスが目立つという結果になっていますが、今回に関してはスピシュン得点能力というところで、まあ、しっかりラインブレーカーらしい能力値になったんじゃないかなと、個人的にはそういう印象ですね。まあ、ですので、得点能力というところをしっかり上げてもらえればね、このエトーはかなり使えるんじゃないかなと、個人的には思います。ということで、続きまして、チャビになりますけども、チャビは最大レベル32ということで、まあ、基本的にドリブルパスに振り分けてみました。まあドリブル高いなというところと、パス系も90台ありますんで、ここら辺はかなり高いですね。でスピード瞬発も70台後半ですし、キック力であったりボディコン、スタミナも80台という結果になっております。最後にゴールキーパーバイヤということで、バイヤに関してはですね、 GK 能力ある程度高いなというところなんですが、身長がですね184センチしかないので、イーフト的に見たらネックな部分なのかなと、そういう印象ですね。はい、ということで本日は久しぶりにエピックが登場したということで、逆にショータイムは今週は登場せずということだったんですけども、結構今週に関してはエトーとかね強いんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ獲得していただければと思います。はい、ということで本日はここら辺に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。